さて、夏が来ます。ほんで私はね、最も嫌いな季節が夏でございます。無理。マジ無。マジ無。うん。あのね、なんで無理かっていうと、めちゃくちゃ汗かき。世の中で一番嫌なことが汗をかくこと。その次にお腹がすくこと。その次にチンポコが拝めないことなのね。一応な、脇がではないと思う。うん。臭くなったりとかっていうことを周りからな、そう感じたことない、ね、そう言われたことないね。むしろいい香りするとか言われんねんけど、でも肉体的に私は外国人なのね、本質的には脇がである可能性があるわけよ。だから俺もうめちゃくちゃ毎年必要以上に死ぬほどのケアをしていて、去年とうとう 100% のゴールを見つけた。正解を見つけた。今年はその正解で私は切り抜きたいと思います、はい、正解を皆様にもぜひ共有させてもらいたい。あらかじめ言うけど、今回私がご紹介するもの、これを使えばほぼほぼどんな脇がの方でも、どんな汗かきの方でも、多分8割9割ぐらいの人は乗り越えれると思う、うん、でそれぐらいちょっと自信のあるものではあるんだが、今回一切案件ではございません。私になんとね、金が入らないんでございます。なんてこと。これを見た私もね、ちょっと真似て買ってみようかなとかっていう人は、買ったサイトのレビューでピロシキーズの小原ブラス君がこういうのを紹介してたんで買ってみて、やっぱ良かったですって書いて私の名前を広めて、もうそれでいくわ。とにかく紹介していきます。お願いします。まず一つ目、もうほんま全メンズぜひとも使ってほしい。去年から私はそれに出会って感激したものでございます、うん、こちら。これ何かというとね、皆さん男性ってこういう T シャツあるじゃない、うん、T シャツって裸の上に着ませんか？裸の上に着るの。女性の方はブラとかがあるからまだ下着とか、あと何キャミソールっていうの、うん、とかを着て、ほんでその上に T シャツを着るんやけど、男の人大体これそのままだ着るのよ。うんうんうん、そのイメージある。そうそうそう。でむしろ中になんかインナー着てて、それが透けて見えたらちょっとダサいみたいな風潮もあって、うんうん、まあ、本来であれば T シャツっていうのは下着なのね、うん、本来であれば。だからまあそれで正解ではあるんやけども、最近の T シャツって値段高いやん。1万したり5000円超えたりするやんか。でこれはな、どんな脇がの人でも、脇がじゃなくてもやっぱ汗がな、ここに移ったりすると皮脂がついて、それが酸化して白 T とかやったらまた色がな黄ばんだりとか、あと乳首見えるやろ、汗もここにブワーってかくやろ、ほんでなんか汚いのよ。だからそういう時のためにこれ、グンセが出しているインティーって言って、 T シャツの下に着る専用のインナーなの。これがね、去年初めて買ってんけど、感動して今俺もう10着ぐらい持ってる。10着。今もな、これ着させてもらってます。こちら、これ乳首見えません。見えない見えない。いろんなね、色があるんやけども、これほんまは肌の色に合わせてね着れるから、いろんな色のものがあるんやけども、こういうベーシックなものとか、あともうちょっと明るい色とかいろいろあるんやけども、これ見て、わかる？切りっぱなしやね、うん、だからこれ全く見えへんねん、ここで。これがもう着てたらもう二重 T シャツ着るだけでも暑いのにさ、さらにして暑いやんってなるやんか、うん、これちゃうねん、着てたらもっと涼しなんねん。これ着てる方が涼しいねん、着てないより、まあ、もちろんこのな、切り込み方とか、あとこれハサミで切っても全然大丈夫なあれやねんけど、まあ T シャツから見えませんっていうのは当然です。でもこの部分、ここちょっとね、素材が違うね、太くて、うん、なんか脇に何か入ってるね。脇汗パッド入ってんねん。すごい。ここはもうより一層吸収して、ほんで蒸発させてくれるから、ちょうどな、この脇にこうぴったりなるから、めっちゃええねん、これ。これだいたいな、これで1600円。あとこれな、毎回家からな、外行く時持ち歩いてんねん。もうめっちゃちっちゃなんねん。薄いしね。そう、薄いから、うん、だからこれをまたカバンの中とか入れて、ほんで途中トイレとか行ってパッとこれ中身だけ着替えといたらめっちゃ気持ちいい、サラサラで。で何が変わったかというと、うん、背中ニキビっていうの、
やっぱりこれ汗かいてずっとそのままじゃここ不潔やねん多分、うん、でこれが毎日まあ変えるし自分の場合は途中でこれ一回着替えたりとかするから背中が綺麗な背中になりましたね私やっぱねこうエアリズムとかにはないこの質感がええな俺はもうそれなんか女性もなんか話題になっててツイッターあそうつなぎ目のない下着っていうのでバズってた、うん、そう今年最新型はなもうめっちゃな軽いねこれよりももっと薄くて軽くて2年前か1年前のこのなんていうのこのノースリーブ型、うん、が好きやからこっちで買ってんねんけどねインティーぜひまずはチェックしてみてくださいこれだけでもやや汗かく人っていうのも全然これで俺対策できるかなと思ってます、うん、インティーのノースリーブタイプやねんけど私が着てるのは今年最近のやつのこれがついたタイプのインティーでめっちゃ軽いこれはもっと軽くてちょっと乳首隠させていただきます何がいいってねもう一つねこの意外とこのここが長いっていうのがね、まあ、こうかがんだ時にパンツ見えへんしいい感じじゃないすっごい涼しそう超涼しいこれ涼しいそれでもダメな人もう要はもうちょっとそんなん言うてるけど私ガチモンの脇がでとかもうガチモンのもう多汗症でそんなんじゃかのびしょびしょ噴射すんのよ私はっていうでも俺も割とその方やねんそんなんじゃ私聞きませんよっていう方におすすめなものがこちらパースピレックスこれがな女の子とかは結構知ってるかもしれへんねんけどネットでもすごい話題やったから去年試しに買ってみたのねこれ3000円ぐらいやったかな例えば美容外科とかお医者さん皮膚科系のとこだったらすごい高いのよ7000円とかで売ってたりすんねんけどでもネットとかで全然 3,4 千円ぐらいで取り寄せれるもので外国のものやねんけどこれすごいねまあ、もちろん匂いもなくなんねんこれねなんかコロコロってなってて匂いもなくなんねんけどこれのすごいのがこれ塗ると4日間汗出なくなんねん4日も4日間塗ってから4日間ずっと、ね、汗出てこんくなんねん脇とか塗るやん、うん、そしたらめっちゃ熱いのに脇ほあんま汗かかへんパースピレックスは何種類かあんねんこれはオリジナルって言って普通のやつやねんけど、うん、これよりももっと強いのもあるもっと汗かきまくる人用に、はいはい、で、痒いのがほんま嫌っていう人に用に緑色のもうちょっとな薄いやつもある、うん、で、全身に使えるやつもあるこれまあ何がその効果があるかというとな、うん、日本ではこういう制汗剤とかに入れちゃダメやねんけど塩化アルミニウムっていう成分が入ってんねんなでこれは日本やとほんまにお医者さん行った時に脇がの人とかに処方されるようなものの成分やねんけど、まあ、外国やったらこれがまあ入れてもええということで輸入品やったら全然買っていいということでこれを買うともうほんまでこの塩化アルミニウムっていう成分は脇がの人の8割以上の人には効くって言われてんねんな匂いなくなるのも当然やけど汗をかかんくなるほんまにびっくりした実際使ってみた使ってみたでこれちょっと使い方に特徴があって、うん、普通制汗剤って朝起きて、まあ、シャワーとか行った後とか、まあ、出かける前に塗るやんかこれちゃうねん前日の夜寝る前にお風呂とか入ってお風呂から出てきて乾燥した肌にこれを塗ると、うん、でこれが乾燥するまで待って乾燥したらそのまま寝てで翌日朝起きたらそれを洗ってで乾かして OK っていうものやねんけど最初の1週間使い始めの最初の1週間は毎日塗って、うん、2週目は週に3回ぐらい塗って要は1日飛ばしとか塗ってそれ以降塗って4日待って塗って4日待ってっていう4日おきに塗るっていう感覚でいいねんけど、はい、ほんまこれでずっと汗出なくなったね俺はすごいびっくりしたよこれ案件ちゃうからな何度も言うけどただね副作用がありまして使い始めの最初の3日間、うん人を殺めたくなるぐらい脇が痒くなるめっちゃ痒なんねんで徐々に慣れるというかその肌自体が多分この成分に慣れて痒くなくなんねんけどでもこれみんなそうらしいめっちゃ痒くなるらしいそこ乗り越えたら大丈夫乗り越えたら大丈夫えそれ結構常に塗って、まあ、3、4時間ぐらいで翌日洗い流したらそうでもないねんけどうんこれでもなどういう仕組みか分からへんねんけどどうやらこの汗出るところをもう蓋するというか中詰まらせて蓋しても汗物理的にかけへんようにする成分らしいねんなもしかしたらお医者さんとかはこれ全然処方するねん脇がの人とかに肌にいいか悪いかで言うたら良くないかもな分からへん
でもそれよりも俺は絶対汗かきたくないし臭くなりたくないから、だから肌弱い人とかはやめた方がいいかもなとは思ってます、うん、私の場合これを夜塗って、ほんで翌日朝綺麗にしてからこちらこのシークレットってやつを塗ってやんねん。ちょっと書いてみて、ちょっと、あ、いい匂い、めっちゃいい匂いやろこれ、すっごい匂いすんねん、すごい、これもうな、全世界の脇がちゃんたち御用達、日本でもなんか手に入るし、まあ、全部外国語やからな、これ分からへんかも、Amazon とかで売ってるわ。ただでさえ汗かかへん上にめっちゃいい匂いさすっていう感じで、よくこれつけとったらあれブラスなんか今日いい匂いするとか、香水つけてるって言うんだけど香水してへんねんけど、香水みたいにクーンってくる匂いではないねん、もうほわーって服の中から香ってくるから、これで臭いってことはまずない。だから俺この3点セットで生きてるから、だから今まで一回も脇がとか言われたことないし、汗かいてもそんな臭ならへんねん自分。多分ずっとこれやってたらどんな脇がの人でも俺これな大丈夫やと思う、これでいけるんやと思う、手術せんでも。こういうのとかをもう皆さんぜひ使って夏は乗り切りましょうよっていうことで、これが私が去年とかの夏に買ってほんまに良くて、これからもずっと愛用し続けるものなので、気になった方はチェックしてみてください。ほんまに私はこういった形で臭くない人間として生きてます。今回は私小原ブラスの男の汗対策ということでお送りさせていただきましたけども、まあ、また何かね必要な情報があればぜひ私の方から発表させていただきたいと思います。今回は一切案件ではございませんので、後から案件としてお金払いますよという場合は受け付けています。以上現場からお送りいたしました。